石川多門は日本の政治家。自由民主党所属の元茨城県議会議員。茨城県東茨城郡城里町出身。父は元茨城県議城北町長を務めた石川東る。地元の中学卒業後、東京に単身上京。日本大学豊山高等学校から日本大学法学部に進学し卒業。大学卒業後は、 日本会、日本総長は連盟の総裁であり、内閣総理大臣、佐藤栄作秘書、また、機関紙総長はの編集長も務めた。その後、京都に戻り上北町議会議員を経て、自民党選出の茨城県議会議員を7期務める。この間、各常任委員会委員長、茨城県議会議長、自民党茨城県政調会長、総務会長、議員会長を歴任。 2014年8月12日に、茨城県議会議員を辞職。阿久津富士を白里町長の辞職に伴う同年9月21日の町長選へ立候補したが、対抗馬の加藤の治に、大差で敗れた。2015年秋の叙勲で、朝日中受賞受賞。社団法人茨城県林業協会会長、茨城水と緑と土のネットワーク代表。 茨城県議会林業、林産業活性化議員連盟事務局長、茨城の森林を守る、県民会議事務局長、日本釣り振興会茨城県支部長、茨城インディアカ協会会長、茨城県信用組合農林水産部顧問、農産漁村資源開発協会理事。また、茨城大学で非常勤講師、日本文教研究会事務局次長、宗教センター事務局次長、 日本青年文化会議代表、茨城県建築士事務所協会顧問、茨城ディスプレイ共同組合顧問等を務めていた、経験もある。アジアを中心とした海外との関係も深く、NPO 法人モンゴル緑化日本協会会長、日華協会理事、日本、タジキスタン友好協会理事、バングラデシュ友好協会理事、茨城県日韓親善協会常任副会長、 茨城空港、サポーターズ顧問等も務めている。長きにわたって、モンゴルとの交流促進に貢献したとして、2008年にモンゴル国から北極性勲章を授与。茨城県議、水戸市議らで作る議員連盟、拉致問題を考える茨城県地方議員連絡会の座長をも務め、北朝鮮による拉致被害者救出運動にも取り組んでいる。 AB 自民党茨城県連県議会議員の紹介歴代政服議長名簿 www.pref.ibaraki.jp2021 年4月28日閲覧白里町長選に石川市出馬へ産経ニュース http://www.sankei.com/.region/.news/.140813/.rgn1408130014-n1.html2014 年8月13日閲覧。白里町長選、新人一騎打ち。産経ニュース。 http://www.sankei.com/.region/.news/.140917/.rgn1409170029/.n1.html2014 年9月17日閲覧。白里町長に、加藤の死36歳、茨城県内市長で最年少。産経ニュース。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w s, <www>. s a n k e i c o m スラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ140922スラッシュ RGN1409220037-N1.html2014 年9月22日閲覧。石川多門ホームページ。ありがとうございます。